カール・デンケはドイツの連続殺人犯。ミュンスター・ベルクの地主であったデンケは大きな屋敷を構え、農地を持ち、毎週日曜には近所の教会でオルガンを弾いており、人々からパパ・デンケの愛称で尊敬されていた。街を流浪するホームレスたちを自ら経営する下宿屋に無料で宿泊させており、その事前業もまた人々から称賛されていた。 1924年12月21日、電気の自室から悲鳴が上がり、別室の住人が駆けつけると、そこでは、電気が下宿人の頭を斧で叩き割ろうとしていた。駆けつけた警察は、電気の部屋から、塩漬けの人肉の桶二つ、人間の骨や死亡の入った瓶詰めを発見し、それら30人以上もの人肉と見られた。さらに押収されたノートには、ホームレスたちの名前、 体重、死亡年月日が基調面に書き記されていた。デンケは罪を認め、1921年から人肉しか口にしていなかったと語った。これによりデンケは3年間、ホームレスたちを人肉として食べる目的で、宿泊させていたことが明らかとなった。逮捕後まもなくデンケは、前述のような新人深さから、両親の過酌に耐えられなかったか、拘置所内で首を吊って自殺した。 裁判前に自殺したため、その犯行の詳細は明らかになっていない。デンケの犯行期間は、第一次世界大戦直後であり、ほぼ同時期のドイツの殺人犯である、フリッツ・ハールマン、ペーター・キュルテンと並んで紹介されることが多い。彼らが犯行に及んだ背景として、大戦直後に無政府状態となったドイツにおいて、人々が貧困にあえいでいたこと、 被害者となるホームレスが急増したこと、道徳心の薄れた無秩序状態において犯罪が横行していたことなどが挙げられている。電気が犯行に及んだ動機については、このように経済的に破綻していた時代のドイツにおいて、需要と供給の法則から、供給が不足すれば価格が上昇すると考えた。電気が高価な金を払うことなく、供給を作り出すべく、犯行に及んだ。 などと考えられている。別説では、デンケは同性愛者であり、性欲、食欲、金銭欲すべてを満足させるため、若いホームレスを殺害して死官してから食用にし、さらに自分で食べるのみならず、その塩漬けや瓶詰めを肉屋におろしていたとの説もある。当時は、ハールマンの裁判の最中であり、ハールマンは殺害した人間の肉を闇市場で売りさばいたとも言われることから、 こうした、デンケの犯行は、ハールマンをヒントにしたとの見方もある。デンケの犯罪が、世間に与えた、影響の一つとして、1920年代半ば、ドイツの小学生の間で以下のジョークが流行した。世界で一番悪い人殺しは誰だハールマン、一匹、デンケ。マリナー1993、P126 より引用、ハールマン、一匹、デンケの、 ハールマンは前述のフリッツ・ハールマンのこと、一ヒはドイツ語で、私、僕の意、デンケは、思う、考えるを意味するデンケを、カールデンケのせい、デンケにかけた写楽である。したがって、ハールマン、一デンケの表の意味は、ハールマンだと僕は思う、裏の意味は、ハールマン、僕、デンケとなる。ありがとうございます。